こんにちは。今年の宝塚記念はもう雨との戦いと。まぁ、あ、豪華メンバー揃ってるんですけど、両馬場想定の予想しても,も、ち,ち,ちょっとあんまり意味がないというのが現実だと思います。まあ、あとは雨がどれぐらい降るか次第なんで、天気予報を睨みながら収録と編集進めていきたいと思いますで。まずですね、いずれにしても雨ということなら、ベラジオオペラを消そうと思います。やっぱりね、毎週勝負の消し、えー、これはやっていきたいと。しっかり決め打って、後輩と追求したいのが私の考えなんで、 ベラジオ,オペラは今回切ります。あの、一週前まではですね、本命にしようかと、メンバーシップでお話ししてたぐらいの馬なんですが、真逆で切る理由は、えー、ババドラッグバイアスと距離ですね。雨が降ったことによって、これ全部、ベラジオ,オペラにマイナスに働いてしまう、かわいそうな条件にはまってしまった馬だと思います。 まずトラックバイアスなんですけども、ち伸びじゃなさそうですね。この開催すごく時計が出ていて、馬場がいいので、うちの馬場になるかなと思っていたら、ならなかったですね。アリス・ベリテが逃げ切っているじゃないか。ということで、ち伸びかという風に考えると、間違うと思います。アリス・ベリテ以外の上位に来た馬たちがどことったか見ていただけると、全部外です。エーデル・ブルーメン、ホールネス、ファユエン。みんな外外回ってます。ファユエンなんかもう大外分回しの大外一気です。 基本的には外の伸びしていました。他のレースもそうです。で、アリスベリテは例外なんですよね。これは展開、先方がドハマりしちゃってるんですよ。なので、トラックバイアスの参考にならないんですよね。全体の傾向を見なきゃいけないんで、これは例外した方がいいと思います。で、内側荒れてる状況の中で雨が降る。そして土曜の開催もあってダメージを受けるってことになると、外差し化が進むと思います。で、ベラジオオペラはですね、 れは先行すると思ってるんですよ。まあ、前走の大阪杯で、スタートからかなり出して、先行していって、それなりのペースを追走しているので、行き足がつきやすいんじゃないかなと予想します。それで短期で逃げられるかというと、そうならない気がするんです。ディープボンドも結構行きそうな気がします。これもですね、前走スタートから結構押して、 花を主張しそうな感じだったんですよね。まあマテ、まあ、摩天楼量が、行かないなら行くぞぐらいの勢いでした。あこの時から、みゆき騎準に変わっていて、多分、みゆき騎の考え方的に、純粋に先行して、粘る競馬を考えてるんじゃないかと思います。和田騎手はあんまりこういう乗り方しなかったんですよね。まあ、ずっと和田騎手が乗ってて、いろいろ苦心して乗ってたんですよね。切れ味がないから逃げた方がいいんじゃないか。 大逃げでも打てばディー,ープボンドが勝てるんだみたいなんですね結構ファンの声ってずっと多かったんですよでもその中でも和田騎手はいやー自分でレース作りに行くと甘くなるんだということでですね堅くなにそういう競馬あんまりしてこ,こなかったです最後はですねむしろ控える競馬咲くわけですね控える競馬を試したりしてましたやっぱり和田騎手はディープボンドのことを一番よく知ってたジョッキーだと思うんですよねまあ、春の天皇賞も ま、三着で、あの、穴を開けた、高級場だったという評価が多いと思いますけど、でも勝てそうな瞬間、一瞬もなかったと思います。四コーナーで一瞬先頭に立ったかなっていうシーンありましたけど、すぐにかわされちゃってますからね。だからやっぱりどう乗っても乗り難しい馬なんですよね。この時のように、前が引っ張って、持久力勝負になってくれたら三着ぐらいには粘る馬なんですよ。それはもう当然であって、何かですね、すごく復活したとか、 成長したっていうような話ではなかったと思ってます。今回特に道悪でですね、えー、相当雑誌ババになると思うんですよね。この馬自身、道悪は得意なんで、その後ろの足がそがれるようなババになってくれればいいですけどね、ならなそうな気がするんで、難しい。で、これ、ディープボンドとベラジオペラが一緒に前に行くと、やっぱりですね、両方辛くなるかなと。でベラジオペラに関しては、 やっぱり距離がちょっと心配になってきましたね。もともとロードカナルは3区で、えー、体型的にも1008、2000ぐらいがちょうどいいかなっていう感じがしてて、道悪ですからね、サツキショーを思い出してしまうんですよね。これ2000メートルでしたけれども、イオンコーナーで早々手応えなくなりましたからね。展開ババは確かにきつかったですよ。ただ、タスティエーラーは頑張れているんですよ。先行しても。 ちょっとね、この時と同じような外差しミチュアルになりそうな気がするんで、この時と同じようなパターンになってしまいそうな気がするんで、こうやっぱりね、思い切って、えー、勝負に出て、ベラジオは切って、高め追求をしてみたいかなと。そこで、このまま押したいです。ローシャンパーク。大阪入りはベラジオオペラにちょっと負けてしまったんですけど、内容はこれが一番強かったと思ってますし、前奏のような 自在なレース運びができるというのはですね、今回のミチアル競馬を考えても大きいなと思った距離もこちらの方が今回はプラスに出ますし、も同じぐらいのオーツだったら絶対こっちがいいなと。で、この大阪杯のレースぶりなんですけれども、驚くべきレースだったと思いますね。正直言ってですね、この大飛びで、えー、出足のつかない馬が2番枠引いた時には、めちゃめちゃ厳しいなと思いました。 この阪神2000っていうコースが、まあ私何度も繰り返してる通りに、ひどいコースなんで、これ強いオートビの馬とかがですね、勝つのはものすごく難しい。オーバーテイクポイントがない。前の馬の抜きどころがない。向こう上面ぐらいしかないんですよ。だからそこで一気に進出するっていう競馬は以前にスワブリチャードがやってるんですけど、スワブリチャードの場合は、まくり切ったんですよね。3コーナーあたりで先頭で4コーナーで内に入って、直線は立ち沿いを、 もう逃げてるんで、そっちの方がだいぶ楽だと思うんですよ。あの馬は、ま、特に15番枠からスムーズに回ってきて、最後うちに入るっていう。ローシャンパークの場合は、2番枠引いて、そっから下げて、外持ち出して、ただまくり切れずに、えー、3、4コーナーも外回るっていう、こんな厳しい競馬はないと思います。それで2着したなんていうことはですね、前代未聞ですね。 このレースではソウルオリエンスがですね、ちょっと似たようなパターンを試したんですけど、これが普通です。ソウルオリエンスが弱かったからとかではないですね。う競馬のパターン的に非常に厳しかった。過去もですね、振り返ってみたんですけど、マーベラスクラウンっていう強い馬なんですけども、ちょっとですね、似たようなパターンで、早め進出したんですが、直線パッタリ止まってます。この2着は驚異的だと思いました。力が抜けてたと思います。で、 今回特に道悪なんで、どうしっちゅう動いて進出できるに越したことはないと思うんですよね。や後方一気っていうことはしづらいですから。ベラジオペラ、ディープボンドが行った後ろはですね、そんなに、あの、ちょっと手薄だと思うんですよね。後方からなる馬多いですから、ドーディウスにしても、ルージェ・バイユーにしても、シュトルーベも後ろ。場合によっては、ジャスティン・パレスとかブロザ・ホンあたりも後ろ目になる可能性がある。なので、 惰性で上がっていくというか、行為に進出できるっていうのはすごく武器になりますし、あとはもともとローシャンパークっていうのを折り合いに難があるまでかかりやすい馬なんで、まあ、道悪で下を気にしたぐらいの方がですね、盛り合って操縦しやすいという可能性もあるし、まあ、いろいろと相対的にいいことが多いと思うんですよね。道悪自体も下手ではないですよね。箱館記念でですね、あの、かなり馬場が悪いところを外から 二橋にちぎって勝ってるわけですから、下手とは言えないでしょう。え個人的には、この馬を G1 で押せるのは非常に嬉しいんです。双方チルドレンなんです、この馬は。新馬で見た時からですね、あこれはすごい馬見つけたということで、もうきうきしてた馬なんですよね。この時も非常に馬場悪かったんですけれども、直線でですね、前が、進路が急になくなって、挟まれて、あの苦しくなるんですけど、その、 両脇を弾き飛ばして抜けてくる。で、その時のフットワーク素晴らしいものがあったんで、これは、あの、新馬負けたけれども、相当上まで来れるはず。G1 級の馬なんじゃないかということで、えー、双方は91点。えー、ず,ずっと高く評価してきた馬なんで、それがここまで駆け上ってきたことが嬉しいし、まあある意味当然ですし、今回花開いてほしいなということで、本命はこの馬にします。で、だんだんと天気予報が定まって、 ててききたたのででを絡めてちょっとと分析しておきたいと思うんですけども雨が降り出すのが、えっと、本格的に降り出すのは土曜日の開催が終わりかけか終わってからぐらいっぽいですねそして、えー、かなり強めに降ると日曜はもうほぼずっと降っているという状況でこれどういうことが起こるかというとこの動画を見てくださっている多くの方がですねトラックバイアス が分からない状況でどう予想しようかなって考えてる方たちですね。前日段階では分からない状態だと思います。なので僕がもうこれ予想するしかない。外差しバ場、外差し道わりに僕はなると思ってるんです。あの特にやっぱりですね、雨が降っている時っていうのは基本的には雨って内側に吐けるんですよ。馬場がこう水吐けるために内側が低くなっていて水が流れるようになってますからね。 内側の方が水含んでて走りにくい外の方が走りやすくなるっていうのが女性セオリーですので外差しミチュアルの可能性高いと思いますそこへ来てこの枠順だと内枠僕軽視でいこうかと思いますベラジオオペラもそうですけどシュートルーベジャスティンパレスこの辺りはねミチュアル実績もないですから僕思い切ってこれ軽視で行きたいと思いますジャスティンパレスもねすごく双方今ですよ飛びで双方最高天馬です ただね、それだけに心配ですね。アメババっていうことで言うと、春の天皇賞で勝ってるんですけど、あれはもう京都開幕直後の素晴らしいババコンディションのところでの、ちょっと雨降ったぐらいなんで、今回とは全然話違うと思うので、実績に入らないですね。人気なら、あの、美味しくないと思います。で、ドーデュースはですね、僕、ギリ、えー、抑えるべきかなって感じます。というのは、滝豊が騎手って、 道はるうまいんですよねでドーデュー,ューデス乗る時はスタートそろっと出す出遅れみきぐらいに出して最後の素足を引き出すような乗り方をここのところはずっとしてるんですけど今回それなりに出していくんじゃないかとあの武豊一周っていうと僕すごく印象残って奇跡でですね4年前のかなりの道割りの時に乗りまして。 出遅れたんですけど、じわ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 追い上げて、粘着に導いて穴開けたりしてるんですけど、乗り方上手で、まあ、例えば、北サブラックの秋の天皇賞とか、惰性でですね、じわじわ足を使って、滑らせないように、のめらせないようにして、えー、力を引き出すっていうので上手なんで、それなりの意志から粘り込ませてくるような気がします。僕はそういう競馬も別に合ってる馬だと思ってるんですよね。僕、弥生賞の競馬は悪くなかったと思ってるんで。なのでですね、 このキッチン走法でそんなに道悪で滑るとも思えないですし僕は人気でもさえるべきかなと思いますでそしてですね外目の枠でそれなりの位置から粘り込める馬っていうことになると空手空手最低人気空手はですねやっぱり注意はしておきたい当日の雨の降り方次第では田んぼ馬場,場不良馬場,場になる可能性まであるので そしたらほんとワンチャンあると思いますね。鬼中の鬼ですからね。二度ですね、そういう不良ババ、田んぼババで、凄まじい競馬してるんで、これ見たらもう絶対怖くなると思います。八丈島特別ですね。不良ババですけど、これ刺して勝つんですよ。で、上がりがですね、ズバ抜けてるんですよ。こういうババの中で加速できるって、すごいことですよ。相手は52キロで、ですけれども、5キロ重い出量症って、 こんだけ上がりが違うってうのはまあ鬼ですよそして新潟大商店これも上がりがずば抜けてるんですよこの田んぼ馬場で加速できるんですからねで内側の悪いところを回って刺してくるんですよしかも5 9キロを背負っているんですよと考えられないような橋ですね西雲ハーデス以外は端馬身ちぎってますからねこれやばいですよ、まあ、双方的にもですね、まあ いや、今回もですね、道悪る校舎って言われるような馬、結構いろいろ出てくるんですけれども、と空手だけは、尊女そ,そこいらの道悪る校舎とはレベルが違うんじゃねえかという、そういう感じのする馬ですからね。双方的にも異色ですよ。はっきり言って、こんなメンバーに入って、両馬場だったら、なんか対等に渡り合えるようなレベルの馬じゃないです。 走歩悪すぎるというか硬すぎガッチガチダートーみたいな前のでも悪いですしね双方最低点です間違いないですそんな馬だからこそ,そ田んぼ馬場になったらこれ大逆転が起こる可能性があるんですよね一番この馬に向いてる馬場っていうことになるんで不良馬場になったら絶対抑えないとなんかね岩田未来騎手がドロッドロになったゴールン前で空手チョップポーズ決めてニヤリとしている なんか、家を思い浮かびませんか恐ろしくないですかここのところも、新潟大商店、得意コースでもダメで、もう終わった馬かなという感じはしてたんですよね。ただ、AJCC は、まあ、長期休み明け、大型馬の長期休み明けっていうことがあったし、フェブラリステークスダートでしたし、で、新潟大商店59.5キロですからね、さすがに厳しすぎたということで、前走の競馬見ると、まあ、ついて回っては惚れてるんですよ。 そこまで差のない6着に頑張れてるんで、全然もう終わってしまった馬ではないことぐらいは確認できたのでですね、これなら、田んぼ馬場ならあるかなと、いうことで、不良馬なら抑えましょう。そして、外目の枠でもありますし、プラダリア買うしかないですよね。まあ、端的に言って、京都コースで2200メートルで道悪でしょもうその時点で、 この馬のためにあるレースなんじゃないかというような話ですよね。宝塚記念じゃなくてプラダリア記念なんじゃないのもうお膳立て全部揃ってるよと言ったような。うーん、これは後にも先にも今回しかこんな、こんなチャンスはないですから。エリザベス上杯って得られませんからね。いや、買いオーロはここしかないと思いますね。道悪になったらある程度人気になってしまうのは仕方ないとしても、やっぱり買うべき馬だと思います。この間、 あの我々のオンラインサロンでもですね、プチオフ会を行いまして、視聴してくれてる方とお会いしたんですけども、伺ったんですよ。あの僕は、ちょいちょいね、大穴群を抜擢して、ちょいちょいですね、当たる、当たると。で、でそうすると、嬉しいんで、そのまま追いかけて、次も買っちゃうんですよ、と。来ないことが多いですね、っていう。でも編集長はもうそういうのばっさり、もう次買わないですよね、みたいな話をしていたんですけど、 なんか穴予想の基本ってそういうとこだと思うんですよ。つまり、ここぞという時に、ピンポイントで狙うっていうことを目指していきたいわけです。一番いい、えー、穴予想ってのは、もう後にも先にもここしか来ないのに、そのタイミングで買うっていうことじゃないですか。それが一番期待値が高い、美味しいわけですよね。そういう感じがしませんかプラダリア、この先買うとこないですよ。秋の天皇賞無理でしょう。ジャパンカップ無理。 有馬記念無理。もう結論出てるじゃないですか。ここなんですよねここに全力投球しかないですよこの先一生分のプラダリア資金をですね今回に結集させてぶち込むはちょっと言い過ぎなんですけど買うべきまあないと思いますまあつい最近だってね京都記念でベラジオベラ任せしてるわけですから同じ条件で金量も1キロ多くしょって 4分の3差つけてるわけですから、こっちの方がに人きないんならですね、いや、全然、こっちでしょ、というふうに思います。ということでですね、えー、ワ G1、最後はちょっと雨との戦いっていうことですけど、個人的にはですね、道歩ければ得意なので、ま、最後までバば読んで、オンラインサロンで最終予想しますし、あと、ま、できたらノートでも単品販売するかもしれないという感じです。ので、無料メルマがよろしければ、あの、ご登録いただけると、 助かります。動画概要欄からリンクしております。双方採点完全版もお送りしますのでよろしくお願いいたします。で、このチャンネルは G1 がない夏競馬の間も更新が続けるのでよければチャンネル登録お願いいたします。更新しなくなってしまうチャンネルも多いかと思うんですがここは頑張るつもりでございます。常に穴場県ゲットを目指して日々取り組んでまいりますのでぜひチャンネル登録お願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。